はい、どうも、よちくです。どうも、デニスの上野京です。はい、来ました。はい、とんでもない回ですね。もうね、空気が異常なのよ、はい、今回。俺ね、見たとこ、多分全員にしばかれてます。はい、いろんなとこが痛む。そうやね。古傷が。今まで達人シリーズというのがいろいろやってきましたけど。そう、いろんなね、達人の方で出ていただいて、いろいろ教えてもらってたりしてたんですけど、はい、今日は、まあ、その人たちを全員、うん、まあ、来れる人だけなんですけど、全員集めて、なんか俺オープニングで8時だぞ達人集合って言うよってやったけど、もうピリついてるってやつがちょっと言うのやめとこうと思いましたもん、本当に。じゃあもうね、2人で喋っててもあれなんだ、はい、そうなんですよね。一回カメラ振ってもらっていいですか、うん、戦闘力がすごいことになる。Z 戦士達人トーナメント開催開催マジで大変なことになるでしょうね。大変なことになるんで、早く言っててもらえればチケットさばいたのに。これオンライン配信とかいろいろやってたのに、俺言ってくれれば。じゃあ早速、じゃあ、あっちに行きましょうか。はい、そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、うん、振り返りも含め自己紹介もう一度していただきましょうか。はい、ね、高月先生、高月先生、お願いします。オスコちゃん、風が高月です。極真空手やってます。よろしくお願いします。僕も近づきとかね、冗談とかいろいろなって、ね、もう100人組でもこなされてるね、高月先生です。はい、お願いします。続きまして、はい、カポエラ店舗の代表須田と、はい、笹森でございます。上野幸男です。デビューのカポエラ、一応ブラジルなんで、たまたま呼ばれてますけど、僕は関係ないですけど、一応前お世話になってる、はい、回転蹴り系ね、うん、あと幸男さんのネタにもなった、はいはい、そうだね、買おうよ、勝手に。すいません、勝手に。八より幸男さんの方が生かしてる。はい、生かしてる。 M1 準々決勝、はいはい、また頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ダレツヨ道場代表で武術格闘家の菊野勝則です。よろしくお願いします。総合格闘技の大先輩で、でコラボした時にはあの終鉄ですよね、習って人体の神秘とかね、いろいろ武術と総合の融合をいろいろ習ったんですけど、そんな菊野さんです。はい、よろしくお願いします。で、続きまして、タイドーの中野です。よろしくお願いします。来たー、まさにタイドーの中野先生。もう異次元、異次元ですよ。そうね、もう人間じゃないみたいな、いろんな回転芸だとかやってくれるんですけど、いつもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、ケーブリオのアメニューです。よろしくお願いします。ああ、一子相伝、一子相伝、はい、もうパワーワードがね、たくさん並ぶ、はい、アメリカ先生なんですけど、珍しいでかいタイプの達人やっぱりでかいですね。なかなかいいな、でかい。今日よろしくお願いします。続きまして、お願いします。はい、合気道神武練成熟白川隆二です。よろしくお願いします。白川隆二、ありがとうございます。合気道ですが、はい、ゆきぶさんもさんざん投げられてね。そうやね、ワンインチチャンネルの方で俺3時間ぐらい投げられてる。俺投げられすぎて初めて決めてんから、ね、クルクルさん仙台駅もうこんな投げられないって思われますけど、チクルチャンネルで胸ぐら掴まれてる、はい、ねえ、何なんですか。はい、なんかいろいろね、先生にお世話になってるんで、今日はよろしくお願いします。はい、とシステマの北川と申します。よろしくお願いします。高いの来て、今日どんな感じなのかね、ちょっと一番個人的に興味がある武術ではあるんですけど、はい、ね、そこら辺もちょっと注目しながら、今日よろしくお願いします。もうこれでエンディングで大丈夫。もう改めて見るとキャラめちゃくちゃ濃いね。どうするんですかこれ、皆さん集めてね。だからその戦うんですよ。戦うんです。戦うのみんなで。達人トーナメントをしたいけども、一個一応やっちくんチャンネルっていうことで、はい、ちょっとやっちくんが今まで教えてもらった先生とかと軽く手合わせ、ね、そう、確かにできたらいいですね。教えてもらっ
ってしかいないんで、ね、ちょっと実践でどんな感じなのかをちょっと体感してみたいと思って、うん、ちょっと手合わせ、いわゆる手合わせ、まずスパーリングみたいなことを各達人とできたらなと思っています。体感をするっていう、体感をちょっとなんかスパーリングで疑似体験をできたらなと思う、うん、まあでも皆さんね、素手の今日武術だってするから、もうちょっとどうやってやろうかね、うん、難しいんですけど、はい、まあ、ちょっと総合格闘技チックな感じで、うん、まあグローブとかですね、ガスとかして、なんとなくできればなって思います、ね、まあ、体感することでまた、はい、そうそう、気づきもあるし、こんな感じで来るんだとか、活かしやすくなるかもしれない、はい、そういうのいろいろ気づけると思うんで、はい、それがちょっと皆さんとできたらと思ってます。誰からやんの、ね、もうそうなんですよ、そうなんですよ、もうその1人目でやっち潰されるんじゃないの、そうよ、その可能性が多いですしということで、早速行ってみましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。出てこいやはい、達人のリアクションは拍手だよ。そうですね、笑いじゃなくて、いや笑いじゃないですか、本当にありがとうございます。じゃあまず八地、はい、先生となんかほんま、ほんまバチェラーみたいになってる。いや、バチェラー大変だよ、ちょっと、はい、これはほんまにバチェラーよ、はい、誰を選ぶかっていうのは、はい、誰とやりたい、誰とやるのがいい、私やりたい比較があるんですけど、いいですか。あの胸ぐらつかむとき、八地選手ほら胸ぐらつかむときちょっと炎上したので、はい、胸ぐらつかんでほしいなと思って。じゃあ白川先生との立ち合いはそういうステーマでやっていく。ああ、そうそうそう、はい、じゃあ第1回戦は第1回それでお願いします。八地裕介対白川隆一、はい、実践的に胸ぐらつかんでみて、それを受けるみたいな、はい、そう、俺じゃあちょっと抵抗したんじゃない、大丈夫、ぜひ来てください。じゃあ胸ぐらをつかんで、うん、八地のゴールはつかみ切ってこう、例えば何もできなかったら八地選手勝ちじゃないですか。なるほど、これに対してどうする、なるほどなるほど、白川先生がどう対処するかっていうことですね、はいはい、ですはい、なるほど、これでこれやって押し切られて何もできなくて、技とか失敗したら負け、なるほど、はい、そういうルールでもやる、力自慢の格闘家ですけど、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、はい、分かりました。体格差はかなりありますからね、体格差あります、でもそれが超よくないですね、合気道が、合気道ですね。なんかすごい達人に見えてきたぞ。達人なんだよ、達人やから、すごい見えてきた。抵抗されても例えば種類を変えるんですよ、力の流れによって、はい、で逆技使えば危ないんですけど、怪我しない逆技をやりたいと思います、はい、なるほど。それで八地君はもうなんとなくもう自分のテンションで、まあ、どんな掴み方でもいいですか。もう両手でも、まあ、いいし、はい、掴むっていう、はい、ごめん全然関係ないんだけど、こう周りで見てる達人の人たちの目がめちゃめちゃ怖いなんか周りで囲んでるから怖いのよ、すげえドキドキし始めちゃった。警察来るんじゃん。そうやったらもうやちくはどんな形でもいいから、はい、ラグスカーです、はい、しますよ、はい、実は今の本気で、はい、ちょっと怪我発生品だったら、これ早くやればやるんですけど、それやらなかったのでちょっと少ないなんですけど、はい、V1 アームロックだね、はい、あ、なるほどね、入り方がね、はい、ここが今ちょっと引っかかったのは、ちょっと柔らかくやったから引っかかったのが、振り切って、はい、もし怪我していいんだよって言い出したら、はい、怪我していいんだよって言ったら、はい、何も痛いんだけど、痛いんですけど、あ、はい、ですから今なぜ抵抗できなかったかというと、ここのところって弱いので、はい、ここ抵抗できないの、はい、それであとは離せないようにやってたんですよ。で小さくいきますよ、あ、実はすごい、最初抵抗できるかなと思ったんですけどね、はい、落として、あとはこうゆっくりいけばさっきみたいにこうなるんですけど、ここだけ狙っていきますよ、ほら抵抗がない、あとすいません、鍛えてるじゃないですか、それなりに鍛えてるんで、っていう風に当て身とか、ちょっと抵抗したら、うん、足でも当て身をやれば、うん、ちょっとできなくなるって感じです、ね、でも大使はもう離した方がいいんだ、あ、はい、そうです、できたよね、でも離されないように掴む、そうですね、だから
こういった瞬間、あこれ大ヒントやってたと思ったら話さない。でもあのスピード感でやられたらもうそう、もう無理ですよ、ね、危ないですよ。気づいた頃には、はい、ことですよね、はい、横方向が弱い、俺んとこ横方向が弱いで、思いっきり1個、あとはパンってやると、これも危ないですよ。これもやっちゃいけないんですけど、こうやっ て、はいはい、あと頭を入れるとか、はい、こうやってしまうと危ないですよ。何個か今やりましたね、はい、これの前に、はい、これ攻め落とし、はい、あと逆は思いっきり持ってます、はい、あとここ小さく、はい、これあですよ、ね、ここが弱いので、はい、結局小さく肘じゃなくて手首返すとどんなに強いのか、なるほどね、はい、あこうこうはいこうこうよくやるもう一回もう一回もう一回いいですか。あとですね、捨て身でそのまま危ない顔吸ったタレントやぞすいませんすごいね、はい、当て身使わないでしょ、当て身使うのも違うすごいすごいわ、実践的、はい、充実的な動きもそうですね、充実的だと思う、鍛えた手首を選ぶのが、はい、我慢できないんですよ、最初いけるかなと思ったんだけどね、ちょっとそういう時間帯ありましたね、うん、先生もあれみたいな、はい、なってたけど、でも本気で掴んできたのでちゃんとやったって感じで、強さによって変えない、そっちからのでも振り切っていいんだったら絶対いいです、もう変える、でも怪我しちゃいますよね、やっぱりそうだと折れちゃいますもんね、パーンってやるのすごいすごいね、でもそれそんな目的してないですよ、やるんだったらってことですね、合気道の精神は争わない、争わないんですよね、だってそしたら精神は叩けるじゃないですか、こんな合力だけならおかしいですもんね、ただ技法として一応こういう力の流れがありますよ、うん、だから痛めつけるもんじゃないですよ、はい、じゃあ千代介1回戦敗退ってことで、すいません帰っていただいて、はい、失礼します、はい、はい、これから地獄待ってくる全敗する可能性あるんですよ、すごいね、いやすごいわ、ありがとうございます、はい、いい経験させてもらいました、ありがとうございます、早くもうあの右肩を負傷してるから本気でやれてたら多分ワンデーの手負いの選手になってるすごいよ白川先生、また新たなね、はい、やっぱ実際にさやられると違うね、うん、実際にっていうかそのちょっと力感込みでやると全然感じ方も違うしさ、俺もちょっと耐えたもん、そうね、ちょっと逃がしたりして、うん、あったガッていかれて悔しいです、うん、はい、うん、でもまだまだいます殺人トラブルが始まったんですけど、はい、早速1回戦敗退しまして、はい、そしてあの今後のね先が不安です、僕はあと何人とやんなきゃいけないですか、7人いやこれはとんでもないことになってますよ、いや本当ね、はい、言い出しっぺ僕らですからね、ちょっと全うしないと次回こうご期待やな、本当に、はいはい、次回はどの達人とか、あなたがもう今バチェラーですから、はい、選んでいただいてマジで、はい、みんな恋人みたいな感じでみんな待ってますもん、もう死に行くのを選ぶんだ、はいはい、選ばれる、はいはい、そうなります、やったー、じゃあちょ交互期待ということで、はい、交互期待です、合気道編、合気道編、はい、敗北、はい、終了ということで終了、はい、ありがとうございました、ありがとうございました